はい、岩国島リフ町でランチをしたいと思います。ブロッコリーグリルさんですね。鳩公園の隣のビルの2階にあります。はい、ショートなんでタイトルも短めに。だいたい日曜日が定休みたいですね。店内おしゃれですよね。黒板にその日のメニューが書いてます。いろんな種類のビールがあるのが特徴的なんですよね。タコライス、ソーセージランチ、ハヤシライスにハンバーガー各種。私はソーセージランチを頼みました。ハンバーガーにはこれがついてくるみたいですね。はい、こんな感じです。ドーン、肉汁やば。いただきます。美味しいよ。